サカツク04、始まります。J補正がもりもり乗った、元日本代表選手が次々に入ってくるというこのシリーズ、特に前回、かなり補正が乗ったので期待に膨らむレベルになっています。世代交代が始まっているので、結果は出なくなっていますが、それよりも育っていく実感を味わいたいので、結果無視というスタンスで49年目。どのくらい世代交代ができるのかが楽しみな1年、能力爆発でも起きればいいんですけどね。契約更改は、2人のみで、しかもベテランの2人、契約更新はせず、0円で次に行きます。監督はロンペというそこそこの監督が継続中で、ブロク戦というスカウト以外は契約継続。選手名鑑で使えるスカウトを探していましたが、特にいなかったので、0円スカウトを雇い次へ。キャンプはいつものドーハで、とりあえずの開幕準備が完了しました。だいぶ世代交代は進んでいますが、耐える状況でもあるこのシーズン、奈良崎、松田、奥大輔など、20代半ばのいい選手を育てられたらと思っています。キャンプと練習でいっぱい伸びてほしいけどどうなるかな、爆発お待ちしています。その後、5月、転生ラッシュでおなじみの5月ですが、アントラーズのサイドが転生ラッシュを起こしていますね。洗い場に奈良橋、できれば洗い場がいいかな。奈良は足さんは育てにくいイメージがありますし。小笠原光雄、欲しいけど、ミッドフィルダーの人が足りなさそうです。さらに浦和にエメルソン転生、どうしようかな。あまり外国人選手を入れすぎると困るので、迷うところですけど、欲しい気もする。マリノスには久保達彦がまた転生、こっちでもいい気がするなぁ。割と使える当時の J リーガー、ホージェルもいました。獲得してみたいけども。とりあえず、目星い選手何人か声をかけ、最初に交渉が成功したのは洗い場でもなく、小笠原でもなく。ちょっと欲しいなと思っている逸材、久保達彦でした。当時最高レベルのフォワードですからね、自由契約にしてすぐ転生という形ですが、育てていきます。ということで、交渉へ、秘書が制服着てるのは、こちらの趣味ではありません。一番最近楽しみにしている補正の入る瞬間ですが、全体的にがっつり入っているのはもちろん、ポジションも幅広くなっていますね。トップレベルなので、ちょっとお金がかかりますが、それでも7億程度、安いもんです。合間に元山さんが、1回目の留学から帰国し、洗い場も獲得へ、育てやすいイメージもあるので、こちらを優先して獲得です。補正の方は、サイド適性が上がり、能力は守備が特に伸びていました。左サイドミッドフィルダーみたいになっていますよ。育成すれば神の領域に行くでしょう。そんな選手を3億で獲得できるというメリットでもありデメリットでもある J 補正です。その後、駒野がモンテビデオに留学しに行き、2人が入団します。2人とも世界で十分通用する、というレベル、だいぶいい能力でしょうね。早熟ってほどではないですし。秋には、サンパイオが帰国してからの、久保達彦を送り込み。順調な育成?と反比例し、セカンドステージ、7位で終わってしまいます。ファーストステージは優勝していたので、いいんですけどね。作戦設定とか、コンディションとか、いろんな掛け違いでこうなる時もありますし、J2 に落ちなければ何でも良いです。特に気にすることもなく育成、柳沢さんが帰国し、洗い場がモンテビデオに行きました。モンテビデオブームがすごい。
そして年末、彼をどうするか、取るか迷っていたんですが、年末の交渉で一発 OK だったので、取ることにしました。エメルソン、いらっしゃい。補正は全体的に伸び、18歳にしては素晴らしい能力だと思います。神様ペレくらいになっているんじゃないでしょうか。せっかくなので、取っちゃいましょう。個人的には好きな部類の選手でした。破天荒な感じですけどね。という一年、結構選手が入ってきているので、新陳代謝が激しめな、ここ数年のプレイとなりました。選手名鑑を埋めてくれる選手は、何も言わないことにしよう、悲しいから。いろいろスタメンはいじりつつ、能力を伸ばしたい選手はベンチ外に置いたりしていましたが、うまく効果が出ていればいいですがどうなのか。全体的なグラフは、ちょっと小さくはなりましたが、十分 J 補正の恩恵を受けているようなグラフです。では見ていきましょう。奈良崎さんはうっすら成長、もう少し伸びてほしいけど、練習させすぎるわけにもいかないし、難しいところ。去年能力爆発した松田直樹、だいぶいい能力になっております。もう少ししたら神の領域かな。ちょっと遅れて成長している中澤裕二、でも少し成長しているので、大丈夫かな？服部は完璧なレベルで、まだ使えますが、世代交代のために今季限りとします。山田信久はうっすら成長、もう人伸び欲しいところですが、まずまず良い感じ。中田浩二は、ベテランの域に、彼はまだ外せないなぁ。若手が未熟ですからね。最高の便利屋になってきている山田拓也、タクティクスが素晴らしいですね。オフェンスがちょっと低めですが、十分です。完璧な男、阿部勇樹、オランダのライカールと、サカツク的にはリッカートレベルの能力になってます。日本のグラーフ、小野伸二、こんな選手をこのシリーズで育てたいですが、さすがにこれは難しいかな、中田かおのか。そんな小野の代わりになってほしい奥大輔、でもさすが小野レベルは難しいので、程よい神の領域で十分です。数はディフェンス以外素晴らしい能力、この代わりに久保とエメルソン、期待しています。結構バランスよく成長している山瀬、この弱点がない感じのグラフ、大好物です。留学から帰ってきた参拝を、これからですね、結構いい感じに伸びそうですが、システムタクティクスの成長がどうなるか。次世代のボランチやっとさん、ボランチじゃなくてもいいかな、彼ならトップ下でもできますし。もっと伸びて欲しかった佐藤幸彦、能力爆発しないと彼の育成は間に合わないかもしれないです。左サイドハーフの鈴木慎吾、こちらはいい成長です。佐藤幸彦より序列は上です。攻撃力が最強レベルになるであろう元山、育成はこれからですが、早熟なので、早めに育ってもらわないと厳しい面もあります。そして柳沢さん、急に能力爆発が来てもいいんですよ。もっと伸びてもらいましょう。若手の育成が楽しいわーって言いたいんですけど、選手名鑑、全然来てないので、複雑な気持ちもありますが、とりあえず今は育成の楽しさを満喫するか。とりあえず、まだ何人か留学が終わってない若手、中堅になりそうな選手もいるので、できる限りさせていきながらっていう感じで次回も行きましょう。選手名鑑、ってなんだっけな。今回はここで終了します。エメルソンが懐かしすぎるから、このまま育ててみましょうか。ご視聴ありがとうございました。